第101号型総海特務艇は日本海軍の路角艦艇の一つ。本級はオランダがオランダ領東、インドにおける防衛任務のために建造したジェンベル級総海艇であるが太平洋戦争の南方作戦時に建造中、またはタンジョンプリウォクの陥落に際して自沈した7隻が路角され1943年から1944年までにスラバヤの 第102工作部で整備の上、日本海軍籍とし主に、インドネシア沿岸での戦団護衛任務に従事した。なお、自沈したのを引き上げた104号、106号、107号は、整備の際に操打室付近を大型化し 25mm 基準の配置が違う等の変更がなされているため、口述の参考文献2ではこれらを、104号型総解読無定、としている。 オランダ海軍官邸としての官名昭和17年3月に建造中に捕獲され、12月に日本海軍艦席へ編入し建造継続、昭和18年6月に整備完成。戦後オランダへの引き渡しを経て、インドネシア海軍に所属。ただし、戦士総書南西方面海軍作戦、第二弾作戦以降によると、1944年5月17日に、 スラバヤでトランサム作戦の空襲を受け沈没。完成までの経緯は第101号と同じ。戦後オランダへ引き渡し。編入までの経緯は第101号と同じ。昭和18年7月に整備完成。戦後オランダに引き渡し。昭和17年3月に誕生オンプリオクで自沈後捕獲。昭和18年1月に。 艦にに編入され2月に整備完成昭和20年5月8日にバリ島北岸で潜水艦の来撃を受けて着艇捕獲の経緯は第101号と同じ。昭和18年4月に日本海軍艦籍へ編入し建造継続。8月に整備完成昭和20年5月25日にジャワ島中部北岸でイギリス潜水艦。 トレンちゃんとの来撃を受け戦没。捕獲の経緯は104号と同じ。昭和18年4月に日本海軍艦籍へ編入し建造継続。8月に整備完成。戦後は101号と同様。編入までの経緯は106号と同じ。昭和19年8月に整備完成。戦後は101号と同様。101号から103号。 105号においては、連装機銃は全部、単装機銃は後部に対し104号、106号、107号は逆の配置である、防衛庁防衛研修所戦士室、南西方面海軍作戦、第2弾作戦以降朝雲新聞社、戦士総書、1972年、425ページ。ありがとうございます。